はい、江南市の神田松之丞でございます。この度ですね、ダイムトレンド大賞、話題の人物賞というものをいただきまして、本当にありがとうございます。ちょっとスケジュールがいろいろありまして、そちらの方に伺うことができず申し訳ございません。なんか過去の受賞者を見たら本当にそうそうたる方たち で今年もですね、いろんな方と争ったというふうに伺っておりましてね、名前を伺ったらもうびっくりするような人たちで、申し訳ない気持ちだったんですけどね、こういう賞をいただいたというのは嬉しい限りだと思っております。私も来年の2月の11日から真打ちになりまして、名前も白山となります。白山になってもですね、松之丞の時以上に活躍できるように頑張っていこうと思います。本日はありがとうございました。